日本武道館のメインイベント森島武史対力雄武史 GHC ヘビー級選手権試合であります。三沢、秋山、小川、高山、三沢、小橋、力雄、田上、秋山、丸藤、三沢、そして森島。続きましてチャンピオンベルトの返還でございます。 GHC ヘビー、そのベルトが一旦本部に返還されます。このベルトをかけた森島と力雄の戦い、6年前タックのベルトを取った2人が今宵シングルの頂点をかけます。天下を取る無双力雄武史、我が校が GHC ヘビー級選手権者昨日に出たの森島バックドロップ森島武史。2008 7.18 日本武道館メインイベントはこの2人、森島武史対力雄武史 GHC ヘビー級選手権試合。こちら第12代 GHC ヘビー級王者2度目の防衛戦、森島武史、チャレンジャーは力雄武史。かつてワイルド2を組んでいた森島と力雄、今宵対角戦に立ちました。2度目の防衛なるか森島、GAC 返り咲きなるか力雄、ワイルド2頂上対決、握手を交わした。この2人がメインを務めます。 GAC ヘビー級選手権試合、日本武道館のメイン、森島武史2度目の防衛戦、チャレンジャーは力雄武史です。ヘビー同士組み合った、145キロ森島、130キロ力雄が押していく。体を入れ替えた森島、青コーナー付近ポジショニング争い、一旦離れます。解説の桃田さん、はい、桃田さんはどこを楽しみにされてますか？そうですね、まあ、もう何年も前になりますけど、ワイルド2を2人がね、はい、組んでいて、やっぱりものすごいいいコンビネーションを2人が持ってたんでね、はい、それがやっぱり今はこれ相対するね、そのポジションを取ってお互いに選手権をかけて戦うっていうこの気持ちがね、はい、まあやっぱり、まあ、どんどん素晴らしい選手が成長してるなという感じを受けますよね。そしてこのヘビー同士のぶつかり合い、当たらずの2人がヘビーらしい試合を見せたいと語っていました。打ち当たっていく、お、少し力量が下がったか、もう一度、お、胸を合わせた、肉弾戦、スーパーヘビーのぶつかり合い、説得力十分。さあどうだ、引きません、ショルダーにこだわっていく、プライドがありますね。いやすごいですね、これこそ本当にヘビーという感じを受けますね。さあボディの当たり合いから飛んだ打撃戦、に追い込んで森島、お、突っ張っていく、突っ張っていく、逆サイドへ、そして張り手、左右の張り手。各界からこのプロレス界に入った時、先輩に当たるこの森島武史は目標だったと語っていました力雄武史。エルボー、お、同じ技を出してきますね。ハンマー打撃、かわした張り手、あ、ちょっと顔が切れてきたか、チャンピオン強烈な張り手。かつてこの日本武道館で小橋を破り第7代の GHC ヘビー級王者になった力雄武史、その防衛戦の中では3度の防衛に成功しましたが、小橋を下したあの無双で三沢も破りましたね。そうですね、これは力雄選手にとって最高のやっぱりその自信につながったと思いますしね、はい、まあ、それ以前にパートナー組んでた森島選手にとってみれば逆に力雄選手が目標だったわけですよね、自分のパートナーが先にチームのチャンピオンを取ったということで、
先に挑戦したのも先に王座についたのも、まあ、後輩である力雄が先だったんですね。まあ、あのプロレスの社会では森島選手の方が先輩ですけれども、はい、まあ、年はあの森島選手の方が若いですが、だけどやっぱりあの森島選手の中には絶対要するに負けたくないという気持ちはあったと思いますよね。その年齢といわゆるキャリアのねじれ現象がこの2人の中にあり、それがいい影響を及ぼしてお互いに高め合ってきた、はい、それが、そうですね、まあ、6年前でいうあのワイルド2、はい、結成、そしてタッグの頃点に君臨したあの若さあふれる頃でしたね。そうですね、その時とは違う自分を見せたい、突進していった、こぼした、ドロップキック、森島ドロップキック、珍しい、小橋から取った力雄、そして三沢から取った森島、串刺しのハイキック、足の具合はどうか、誰やった、カウンター、リングが揺れました、自信みなぎる表情の力雄。やっぱりね、この2人は本当にそのヘビーの素晴らしさを十二分に出してくれてるような気がしますね。背後から迫ってきて後頭部にラリアット、そして今度は左連続のラリアット、無双のある力雄、そして一発で仕留めるバックドロップを持っている森島、バックドロップと無双、どちらが先に出すか楽しみの一つでもありますね。いや本当ですね、まあ、あのどっちがペースをつかむかでやっぱり流れは全然変わってきますんでね、はい、パワーボムの体勢、145キロの森島を上げることができるか、ハンマーを数発落として腕を組んだ、あ、ここはこらえていきます、森島切り替えます、おっとアクシデンタルヒップドロップ、しかし森島としてはいい起点の効かせ方でしたね、完全に意識してましたよね、ちょっとよろけた瞬間にいけると思いましたね、さあ距離ができました、距離ができました、まさか飛ぶか、飛びますか、狙った、距離を測った、今見た、ちらっと見た、確かに見た、射程を測っている、その位置を確認した、力雄は鉄柵に手をついて、そして森島が行く、戸部選手だ、スーパーヘビーの森島、戸部選手だ、重爆撃、戻って戻って、果敢に放っていきました森島、第12代GAC ヘビー級王者、 6.14 分隊では杉浦相手に初防衛を果たしました。しかし毛太さん、はい、あの試合後リング上インタビューで不甲斐ない試合をしてすみませんとまず謝罪の言葉から入りました。そうですね、それが、まあ、あの試合を始めて、まあ、試合中っていうのは別なんですけど、試合終わった時にその、まあ、チャンピオンとしてもっとすごい試合をやりたかったっていう気持ちはあったのかもしれません、ね、まあ、GAC の重みというんでしょうか。そうですね、その森島が今右足首をちょっと気にしていました、はいはい、あのそういうものに対する責任感って本当に彼は真面目に考えてますんで、あ、そういえばこのも、力雄も小橋から取った後、はい、その GAC の重みというのを嫌というほど思い知らせましたね。そうですね、あのやっぱりその対戦相手との中で、その重みを感じていくって部分は多いと思いますよね、はい、さあトペを放った森島が力雄をリングの中に戻しました。そして赤コーナーのトップに上がっていきました。あ、そしてスカットミサイル、145キロのミサイルキック、ぐーっと一つ大きな息を吐きました力雄です。距離がある、この距離は森島が利用していく、おっとヒットでいきました。あの大きな体の力雄の体がもうこのコーナーに押しつぶされるように、そうですね、完全に揺れてましたよね、あれは2002年 2.17、 この日本武道館でノフィアを破り第4代の GAC タッグ王者に君臨、以後4度の防衛に成功。あの時は若さあふれる2人、お互いに高め合って着実に成長していきました。あれから6年の月が流れまして、その2人が今日日本武道館のメインで、この森島世代、力雄世代、この世代がメインを張っています。首投げ、そして前から来る、おっと走り込んでのテイクでのラリアットでした。
今日は対角線に立っている森島と力雄、この2人のシングルの通算成績は桃田さん、はい、4回対戦してるんですが、森島の0勝2敗2引き分け、森島か、あー、クダノブか、あのね、その点はね、多分ね、森島選手十分意識してると思いますよね、はい、やっぱりね、勝ったことよりも負けた、はい、試合の方を選手ってのは記憶してますんでね、ラリアットの打ち合いになってきた、ここは譲れないところだ、力雄か森島か、腕と腕、この腕に魂を込めて高め合ってきた2人、今この2人がシングルをかけて再び大いなる階段を登っていくか、体重を乗せたラリアット、バックスイングからのラリアット、ワイルド2頂上対決、ラリアット対決になってきた、引きません、走り込んでいく、少し足元がふらついてきたか、もう2人の世界になりました、重みのあるスーパーヘビー、ラリアットからカウントワン、そこだ、このタイミングできた、カウント同じくワン、相打ち、ショルダー張り手、ダブルノックダウン、スーパーヘビーの激闘、ラリアットそして張り手、すごいですね、まあ、お互いの意地でこの倒れないで、倒れてもすぐ返すという、このなんていうんですかね、負けたくないという気持ちがものすごい試合の中で出てますよね、はい、6年前はお互いが高め合ってダッシュした2本のベルト、そして今宵はこの1本のベルトをめぐって2人が高め合ってますね、そうですね、本当に素晴らしいと思います、ダブルノックダウンの状況から力雄が仕掛けようとしています、膝をついた状態でのエルボー合戦、これまで4回対戦して森島の0勝2敗に引き分け、森島は力雄に勝ったことはありません、張り手の連続からの左のラリアット、メインイベント森島対力雄 GAC ヘビーの10分が経過しました、ここで力雄がニュートラルコーナーのトップに立ちました、動けない森島にダイビングボディープレス圧殺、今のも十分体重が乗ってましたよね、そしてあの滞空時間長く感じましたね、ふわりと浮きましたね、さあ無双を出すか、小橋を破りミサを破った無双、上げた、落とした、力雄先生の無双2で返しました、まず大技無双、2つとない大技、一発出してきた力雄、そして今度はエルボーで嫌いました、張り手からラリアット、その距離を見ていました森島たけしです、いやだけど森島選手返しましたけど、まだちょっとダメージを感じますよね、まず大技力雄が無双を出しました、森島にはバックドロップがあります、押し込んでのクリーンヒット正面からラリアット、ラリアットだけで取れる十分な説得力のあるお互いのラリアットですね、すごいですよ、バックドロップ、今度は森島決めるか、これで決めるか、お互いに出しました力雄たけし無双、森島たけしバックドロップ、まずは何て言うんでしょうか、挨拶代わりですか、どうですか、いやそうです、だけど挨拶代わりでも威力はありますね、ありましたね、あるだけにどうなるのか、ちょっとあお分隊では待ったぞ、それは待った森島、その後ろに力雄が来た、あナダル式、ナダル式無双、起点を聞かせた、そしてどうだ、ナダル式の無双、ムーンサルトにおそらく行こうとしました、そこを切り替えて自らなだれ式で無双までつなげました、この力雄には無双、そして喉輪を加えた天下無双という必殺技があります、もちろん森島には重みを生かした攻撃ムーンサルトもあります、そしてなんといってもバックドロップ、おー引っ張る、ケツでいったバックドロップ、今日2発目、立ち上がった、ラリアット、張り手、
足を握って、エソで投げた、一撃必殺バックドロップ。武道館のファン、まだ帰ろうとしません。二人の戦いを見つめました。それでは見事二度目の防衛に成功しましたチャンピオンにお話を伺います。森島武史選手です。森島さん、今力王選手と何か言葉を交わしたように見えましたが、何と言葉をかけたんですか？いや本当にすごい強い挑戦者でした。ありがとうございました。実は森島さんは力王選手と4度戦って、ここまで0勝2敗2引き分けでした。初めて勝った大きな勝利でしたね。いや本当に今日の勝利でね、本当に力王選手とまだまだ、張り合っていけると思いましたし、これからもノアでガンガンやりたいと思うんで応援よろしくお願いします。もうファンの皆さんももちろんご存知だと思いますが、ワイルド2として一緒に成長してきた力王選手とこの日本武道館でメインで GEC を戦った、改めて今どんなお気持ちですか？やっぱり本当、ノアを始めてきて本当に一緒に頑張ってきた仲間でもありライバルなんで、まあ、今日防衛できたことも嬉しいんですけど、力王たけしとやれたことがやっぱ一番嬉しいです。そして皆さん、森島選手は試合前にあのワイルド2の時とは違う成長した自分を見せると、そうおっしゃってました。十分に見せたと思いますよ。大丈夫ですか？ベルト巻いても大丈夫ですか？自分の中でやれることをこれからもどんどんやっていきます。さあチャンピオン、最後に伺いましょう。次はどうしましょう？いや、やっぱりね、自分の中では決着をつけないといけない人がいます。しっかり次ここでね、白黒つけたいと思ってますんで、佐々木さんお願いします。佐々木さん、聞いてますでしょうか？見事な勝利でした。見事2度防衛しました森島武史チャンピオンです。大きな拍手お願いします。